ラジオの勘を知った一方のサラブレッド、新たなる伝説に向け挑戦する。よし、行け行け、その名をベラジオオペラという。シャカタベラジオオペラ G1 宝塚金は、クラシック無冠の悔しさ、世代の低評価もまとめて晴らす。ようやくたどり着いた夢舞台、ついにグランプリレースへのベラジオオペラが初出走する。宝塚記念で1009のバカチとの真っ向勝負が今始まろうとしている。チャンスはね、なかなか巡ってこないんでね。オペラちゃんとスタート出てや。さらばっす。オペラ頑張る。よっしゃ。出た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 。さすがやね。あ、すごいすごいすごい。逃げるの逃げるの逃げる？うわ、めっちゃいい場所。オペラコーナーうまいからね。コーナーで加速せ。よっしゃ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 、外行け外。オペラ外出せ。いけいけいけ頑張れ。よっしゃいけいけオペラいけ。オペラいけオペラオペラオペラ。いけ。しゃかった。アメちゃん行くで。アメちゃん行くで。行こう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 。バルステキバルステキ。定山車掌。もう痺れたね。はい。ねえ、本当にね、こう、まあ、皐月賞ダービー、はい、まあ、G1 のね、こう、雪辱を果たしてくれたなって。いや、もう震えました。うん、ねえ、まさにしくあれは人馬一体ですね。はい、この後ね、本当、ベラジオオペラはね、はい、まだまだね、いろんな関係者様から今日も言われたんですけどね、はい、まだまだ奥があるらしいです、はい。これからね、もっともっとね、こう、上を目指せるとも言うてはりましたんでね。はい、宝塚記念、我らがベラジオオペラ勝利に向けて頑張れ。はい、じゃあこんにちは、やってまいりました。いよいよ、長いちょっと時間が経ちましたけども、6月23日、日曜日、京都競馬場で、ベラジオオペラの出走が、確定しております。まあ、無事にね、ここまで行けたということで、本当にね、関係者の皆様には感謝しております。当然ファンの皆様もファン投票、第3位にしていただきまして本当にありがとうございます。それで今日は事前動画ということで、ちょっとで、いろんなスケジュールの兼ね合いで紋別競馬場で今日は撮影しております。今日はね、ベラジオゼロっていう馬が走るんですけども、これが流れる頃にはもう結果が出てるんですけどね。まあ、今日上村先生ですねからお電話ありまして、で最終追い切りを行ったんですけども、そちらの動画もねちょっとあるんですけども、今日は半路で最終ちょっと軽めにもう流す程度、一周前が最後1ハロン10秒8とか破格のタイムをちょっと叩き出してたんで、まあ、その2周前もそうですね、結構もう強めに強めに追っていきまして、まあ、それができますのもやっぱりこう大阪杯後から、まあ、チャンピオンヒルズに大西厩舎長のところですね、上村球先生が返しまして、でそこで改めてリフレッシュにまた成功したということで、ね、結構馬体が結構増えたということで、すごい調整がやりやすかったと先生は言っております。でこの、まあ、直前というか直前はまあ軽めなんですけども、その前から結構強い調教ができて、もう今日は水曜日になるんですかね、6月19日ですね、なるんですけども、最初追い切りを朝にしまして、本当にまあ上村先生からはもう申し分のない状態になっていると、いわゆる万全の状態になっているとお聞きしましたんで、あとは満を持して本番を迎えるだけの状態となっております。それでまあオペラ自体は前回大阪杯で前に行ってこう勝ったっていうんですけどね、今回の戦法っていうのはまた出たからの勝負
っていうことで先生言われておりまして、特にそういうのはあまり考えてない。で、枠順もこの時点ではちょっと出てないんですけども、先生はねやっぱりねどこでもいいって言うんですけどね、あの私的にはねやっぱりね真ん中ぐらい、真ん中からちょっと内かちょっと外ぐらいの方がいいのかなとは思いますね。で、あの当日はまあどうしてもちょっと雨がねこう降っちゃいそうなんですけども、まあそれもねちょっとお聞きしたら、まあ雨も問題ないとまあなぜかといえばね、スプリングステークスの時にあのベラジオオペラってね、おももばで一応買ってるんですよね。で、あまりねこうとんでもない大雨が降ってねならない限りは、まあ特に気にするところはないということで、まあ全部ね同じ条件揃ってるんで、まあそこはあまり気にせずに行きましょうということで言われましたんでね、まあそこもあの心配はないかなとは思うんですけどね、まあそれも当日様子見ていきたいなと思います。それでライバルがねやっぱりね大阪杯よりは結構強くなってるっていうのはお聞きしてますんでね、まあというのもね大阪杯があの結構ね海外組があのドバイに遠征してたりとか、まあいろんなねこうあれですね違うところでこうちょっと競馬をするっていうことっていうのもあったんでね、どうしても大阪杯がね手薄になったっていう話をよく聞くんですけどね、だから今回ねそのメンバーたちも帰ってきてね、これでね一番人気はねおそらくねオペラじゃないとは思うんですけどね、うん、でもねそういうレベルのこの高いレースでねまた勝利すれば、あのファンの皆様にとってもね、あの関係者の皆様にとってもまたこれがねあの自信にもつながるでしょうし、オペラってね結構こう、まあ、デビューして3連勝したじゃないですか。で3連勝してから皐月賞に行ってね、皐月賞はねどちらかというとあれも雨やったんですよね。でもあれ雨でねあの直線手前で水たまりがあってね、これ動画で何回か言ってるんですけども、パトロールビデオとか見てもらったら分かるんですけども、でちょっとね穴があったらしくてね、水たまりみたいな、でそこにひるんで馬が一旦引いてしまったらしいんですよね。でそこからまた伸び返してきたっていうのがね直線でね、実はねよく見てもらったらねあるんでね、で結構ねダービーの時に人気っていうかなくてね、でも個人的にはめっちゃ自信あってね、で左右力の突っ込んできたあの末脚、うん、あれあのレースは確かナンバーワンの、うん、最速の上がりやったと思うんですけどね。でもまあそれでもまあやっぱ負けちゃってね、これであの秋は本当にねこうまあちょっとね順調さを欠いたっていうか、それで無理せずに、もう上村先生がの判断で無理せずにこの秋はちょっとパスして、でこの馬は必ずね将来もっと強くなるって言われてたんですよね。それで去年の朝日チャレンジカップですね、 G3 から始動して見事勝利して、で京都記念ですよね、京都記念もちょっと渋ったじゃないですか今回と同じ舞台なんですけどね、同じ舞台なんですけども、あの時はねまあちょっとね叩き慣れたらしいんですよね大阪杯のね。でやっぱりねこう 100% ではなかったんですけども、まあ、それでもそれなりのレースはしてくれたということで、結構大阪杯の時に本番の、まあ、挑戦まで持っていったということで、まあ、勝てたと。で今までのこのラインっていうのは結構先生というか、まあ、関係者様のねチャンピオン、ヒルズの大西厩舎長も含めて結構ね思惑通りになってるんですよね。それで以前も見に行きましたらね、オペラはやっぱりねまだまだ強くなると、これでも緩いぐらいなんですっていう話をされててね、今回この宝塚記念っていうところにねさらに鍛錬を積んできて、で今のね体重もねおそらく統一はね前走よりも増えてくるとは言われてるんですよね。でもそれは全て成長分な分であって、この宝塚記念も本当にね過去一の状態で出れるようになってますんでね、でもまだまだやっぱ成長することを見越したらね、やっぱり今年の秋以降、うん、あのさらなる進化をね、こう本当にねこのレース次第にもよると思うんですけどね、どういう結果になるか、今の時点でどういうふうな実力を示してくれるか分からないですけどね、ただ馬自体はまだまだ未来のある馬だっていうことはやっぱりね絶えずね、あの笛村先生とか大西厩舎長とか、あと先生とかのスタッフの方々ですねからあのお聞きしますんでね、まあ、そこもねぜひねちょっと期待して見ていただきたいと思いますんで、あの当日はぜひちょっと楽しみにあのしていきましょう。で我々も結構なまた人数でちょっと行かしてもらおうかなと思ってますんでね、結構ねうちの会社でも関係者の皆様でも本当にね期待してもらってる馬でもあります。だからね一人でも多くあの全力で応援して後押しして、なんとかちょっとおこがましいかもしれないですけどねぜひ G1 2勝目、うん、取っていただけたら本当に嬉しいっていうかあの光栄なことだと思いますんでね、あのぜひ応援のほどよろしくお願いします。じゃあ皆様当日現地でお会いしましょう。さよなら。
and the beat drops.